ジュゼッペ・ピアッツィは、イタリアの天文学者であり、数学者、神学者でもあった。1781年、シチリアに自身で設立したパレルモ天文台の天文台長に就任した。歴史上初めて小惑星を発見したことで、有名である。ポンテイン・バルテリーナに生まれ、ナポリにて没。19世紀が始まった1801年1月1日に、 彼が天体観測をしている際に恒星とは違う動きをする天体を発見した。彼は最初水星だと考えていたが、その後の観測により彼は太陽系の天体と確認。病気で倒れたことにより2月11日が最後の観測となった。この星はローマ神話の女神ケレスとナポリオフェルディナンド4世からケレスフェルディナンデアと命名された。 その後国王の名は政治的理由により削除され、現在のケレスとなった。ケレスは太陽に接近したために、その後行方がわからなくなったが、カールフリードリ・ヒガウスが行った軌道計算によって、同年12月日本ザッハとビルヘルム・オーリバースによって再発見された。このケレスは最初に発見され、小惑星体内では現在も最大級の小惑星である。後に、 彼の功績を称え、1923年に発見された通算1000番目の小惑星には、ピアッツヤと命名された。また、月のピアッチクレーターにも命名されている。ありがとうございます。